ひでこ。どうしても来たかったんだ。お前が信じてくれたから、サクラソウのこと。思い出した？どうしてだろうな。きっと俺はお前が忘れたならその方がいいと思ってた。それで平気なはずだった。だけどやっぱりダメだった。我慢しなきゃいけないって、幸せになっちゃいけないって、そうやって生きてきたのに。それなのに入学式の前の日、お前とまたこの教会で出会ってから、またお前を好きになった。春に花が咲くみたいに、当たり前のことみたいに、いつも俺のそばで笑ってくれるから、いつも幸せでいいんだって教えてくれるから。秀子、こうしてるだけで胸が張り裂けそうになる。苦しいよ。あの頃から今でもずっと心に思い描くのはお前だ。お前のことが好きなんだ。ありがとう。今わかった。はい、あげる。見つけたんだ、俺が帰るところ。いつまでも二人が一緒にいられるところ。この桜草がきっと連れて行ってくれる。ねえ、また苦しくなった。キスさせてくれればいい。いい？愛してる。ずっと一緒にいよう。